こんにちは、カコです。ピタッと出す。今回は、バンダイより、発売されました食玩、妖怪ウォッチより、簡単組み立てる、出撃、ロボ、妖怪編、を紹介します。全、6種類で、価格は、各、380円、税別出す。そして、全6種類集めると、合体して、巨大ロボになっちゃうのです。そして、全種類揃いましたので、いよいよ合体をやってみます。合体。うん、燃える出す。楽しみですね。上半身となる、このな、鉄型は、このように変形します。サマンとなる、ロボコマさんは、このように変形します。クマンとなる、ロボリュウくんは、このように変形します。下半身の腰部分となるロボカッタさんはこの脳に変形します。ロボの子さんはロボナン F 型付属の道具パーツと組み合わせます。右足となるロボじいさんはこの脳に変形します。左足となるロボ面形さんはこの脳に変形します。ロボカッタさんに右足左足を接続します。ロボナン F 型の背中パーツを合体ロボの背中に取り付けます。脳腕を取り付けて頭部を取り付け直方形の右腕にセットします。合体ロボ形態完成です。なかなかかっこいいだすが、変形は少し面倒だす。後ろ姿と大きさの比較です。可動です。頭部、腰、腕は回転可動、肩は上下可動、股関節は前後左右可動、膝、肘は約90度程度可動です。ロボ G 部分の右足首だけ、ボールジョイント可動します。実は、あまり派手に動かすと、シールが剥がれそうだす。最後に、いくつかポーズを取ってみました。以上、妖怪ウォッチ、簡単組み立てる、合体ロボ形態編でした。クエー。シールが剥がれちゃったです。おっと、そんな時は両面テープを利用するといいだす。適当な大きさに切って貼ってあげれば。やったら元通りです。そんなわけでお別れの時間です。またどこかでお会いしましょう。